ライニアー・デリダーは、オランダの男性総合格闘家、北ブラバント州ブレダ出身、コンバットブラザーズ所属、原湾世界ライトヘビー級王者、原湾世界ミドル級王者、ワン史上5人目の2階級制覇王者、5歳から柔道を経験し、その後は柔道と並行してブラジリアン柔術を始める。2016年と2017年のヨーロッパ、 柔術選手権で銀メダルを獲得している。2013年、プロ総合格闘技デビュー。ヨーロッパの団体を主戦場に急戦前勝の戦績を残す。2019年1月25日、ワンハツ参戦となったワンチャンピオンシップヒーローズアセントでロンファンと対戦し、ダースチョークで 1R1 本勝ち。 ワン世界ミドル級王座獲得2020年10月30日、ワンチャンピオンシップ、インサイドザ・マトリックスのワン世界ミドル級、タイトルマッチで王者アウンランさんに挑戦し、リアネーキドチョークで 1R1 本勝ち、王座獲得に成功した。ワン世界ライトヘビー級王座獲得、2階級制覇2021年4月28日、ワン、オン TNT 四のワン世界ライトヘビー級、 タイトルマッチで大会5日前のオファーを受けて1階級上のライトヘビー級王者アウンランさんと再戦し3から0の 5R 判定勝ち。ミドル級に続いてライトヘビー級の王座獲得に成功し1史上5人目となる2階級制覇を達成した。ありがとうございます。